回は食物繊維が豊富でリラックス効果やダイエット効果もあるカリカリえのきを作ります。まずえのきは綺麗な白色のもので、軸が太く張りがあるものが美味しいと言われています。袋の内側に汗をかいているような水滴がついているものは鮮度が落ちている証拠なので避けるようにしましょう。最初にえのきの石突きをカットしていきます。次に食べやすい大きさに裂いていきます。えのきに含まれているキノコキト酸は水にも胃酸にも溶けず膨張し、腸内をコーティングすることで体内への油分の吸収を防ぐ効果があります。また油自体もコーティングして体外へ排出する効果があると言われています。食物繊維もたっぷり含まれているのでダイエットにぴったりな食材の一つです。そしてビニール袋にえのきを入れていきます。すりおろしにんにくを2センチ程度入れます。お醤油を大さじ2分の1入れます。よく混ぜていきます。袋の口をしっかり押さえて中身が飛び出ないように気をつけながら混ぜていきます。よく振って全体にしっかりと下味をつけていきましょう。よく混ざったらもう一度袋の口を開けます。パルメザンチーズ大さじ1、片栗粉大さじ2加えます。さらによく混ぜていきます。パルメザンチーズは栄養豊富なチーズの中でもカルシウムが最も多く含まれており、他のカルシウムを多く含む食品と比べてもその含有量は群を抜いています。手軽にカルシウムを摂取できるパルメザンチーズは子供から大人まで積極的に取り入れたい食材です。フライパンにえのきを並べていきます。そして火をつけてバターを入れていきます。ヘルシーに仕上げたい方はオリーブオイルでも美味しく作っていただけます。オリーブオイルはオリーブの果実から得られる油で悪玉コレステロールを減らす作用があるオレイン酸を多く含んでいます。一方バターは牛乳を主成分とした食用油脂で作られた製品です。クリーミーで口どけの良いバターは少量使用するだけで深いコクを楽しむことができます。オリーブオイルはさっぱりと、バターは濃厚に、お好みで選んで調理してください。このまま両面を焼いただけでもとっても簡単な一品になりますが、さらに美味しいレシピはこの後ご紹介していきます。両面がしっかり焼けたら取り出します。次はチーズ好きな方におすすめのチーズたっぷりバージョンです。先ほどと同じようにえのきを並べてオリーブオイルをかけます。そして焼いていきます。時々焼き色を確認しながら焦げないようにゆっくり焼いていきます。そして焼き色がついたらひっくり返します。ピザ用チーズをのせていきます。ピザ用チーズには熟成が進んでいない若いチーズを原料として使用していることが多いので、加熱すると一旦チーズがトロトロに伸びますが、しっかりと加熱していくとカリカリに焼けてきます。チーズが溶けてきたらひっくり返していきます。チーズがカリカリに焼けたら完成です。盛り付けていきます。高さが出るように盛り付けるのが美味しそうに見えるポイントです。お好みでブラックペッパーをトッピングしてください。いただきます。おいしい、おいしい、おいしそう、おいしそう、はい。メニューのリクエストもお待ちしております。チャンネル登録もぜひお願いします。